皆様こんにちは、斉藤明でございます。盛岡ゼブラの最新情報をお届けしたいと思うんですが、実はですね、先日盛岡ゼブラの関係者に聞いたら、ゼブラ今年新加入今んとこゼロだって言ってました。松葉どうなるんだ、つうか林の世代ですよ。もう一生優勝した時の2年、あれだ、みんな帰ってこないと。まあゼブラの人間、まあ、これがグルージャー元寿に取られたというのなら話は別ですけどね。まあ先輩の中野翼も元寿を辞めましたし、グルージャーでも結構退団して選手入れ替わったりしたのに、それの受け皿にもなれないっつうんですか。ちょっと怒ってます。いくらね、今年も降格がないからっつってもね、それはいただけないかなと。まあ昔のプリキュアや松岡健二みたいに途中からね入るってケースもなきにしもあらずではあるんですけど、こういう時こそね、本当に元試合が盛岡にやってきてね、もうゼブラでプレスとかねぐらいしないとダメだと思いますけどね。ほんと元J の方、もうゼブラならね、もうセクションもないので、ぜひできたら2016年までの契約でこっち来てください。お願いします。でですね、東北リーグの開幕、こっちはね4月の15日に盛岡ゼブラと塩釜、東金を吸収して塩釜 NTB 勢なんて言ってますけど、あれが紫波町の岩手県フットボールセンターで開催されます。時間は13時。まあ紫波中央駅降りてすぐなんでね、まあ、俺が案内すればすぐですけどね。その後1ヶ月ぐらい空いて5月20日が南公園の初戦となります。相手はプリメイロ、プラフク、待ってろ、2年分思いっきりやるじゃないかってね、そう思ってます。あ、その前に福島の東でねユナイテッドとやりますけど、なんとかユナイテッドをねやっつけてグルージャの V 奪回をアシストしようじゃないかって思うんすけどね、それがね結局新戦力誰も入んないっつうことになったらね、こりゃクラブの責任立たねえの、責任逃れはできないぞと。仁さん、浩二さん、そして高橋さん、もうみんな責任取ってもらいますからね、そのぐらいの気持ちでいかないと。下入戦力でもできるんだっていう風な気持ちをね、そういう気持ち見せないとダメでしょね。まあ俺もね、せっかく関東とか県外のゼブラサポ増やしてんですからね、あとは市民の人たちのゼブラっていうか地元愛っていうの欲しいんですよ。ね。盛岡タイムスにね、今から原稿書きますんで、おいおい、その報告は、いたしますということで、最後に大情報ですね。これもホームページに書いてるんですけど、盛岡クラシコ。今年はですね、南公園が6月22ですか。で、県営運動公園陸上競技場が7月15日です。多分ゼブラが南公園ホーム、グルージャが運動公園ホームになると思います。ぜひ、もう全国から足を運んでいただいて、大文字祭り見るか見ないかはね、
皆さんにかかってますから、一つよろしくお願いします。